美味しくて、可愛くて、親しみやすい、それがむにゃむにゃ通り商店街。皆さんこんにちは。僕むにゃむにゃくん、むにゃむにゃ通り商店街の素敵なところをたくさん知ってもらうために僕頑張って紹介するよ。それじゃあ行ってみよう。まずはスパークコーヒーロースターズ。イートイン、テイクアウト両方 OK。 豆の販売もしているよ。一押しはエスプレッソトニック。トニックウォーターとエスプレッソを合わせたコーヒーでシトラスの風味がして美味しかったよ。英文学科を卒業しましたスパークコーヒーの田中です。スパークコーヒーは5つ星キャンパスから全力スキップで徒歩1分、休み時間に美味しいコーヒー提供できます。お待ちしてます。次はもう一つのコーヒー店、スリーズコーヒーだよ。うちのお店はコーヒーの生豆をお客さんに選んでいただいて、そしてその場で高速焙煎機で焙煎してすぐお持ち帰りができるコーヒーの自家焙煎店になります。こちらがその焙煎機だよ。焙煎することでこの生豆がみんながよく見る色のコーヒー豆に大変身するよ。次は2021年7月7日にオープンした七葉製だよ。フルーツ大福や焼きたての食パン、菓子惣菜パンなど毎日手作りでご用意しております。ぜひご来店ください。七葉製では特にいちご大福とベーコンエッグが人気で、オリジナルのコーヒー豆も販売しているよ。最後は秀才鉄板焼き暁だよ。店内は落ち着いた雰囲気の和風の空間だよ。これは広島風お好み焼き、食べ応え満点で絶品だよ。旬の食材を使った小料理や、お刺身、鉄板を使った、お好み焼きやステーキを提供しております。ぜひお越しください。これで紹介はおしまい。むにゃむにゃ通り商店街って素敵なところでしょ。でもね、今回紹介したのはほんの一部。他にもスイーツのお店、豆腐屋さん、お食事のお店など素敵なお店がたくさんあるから、君の目で確かめに来てね。待っているよ。